はい、おはようございます。スプライトライダーです。今日は、初期メンバーである CBR の 1000WR のケンちゃんとコバルトへ行きたいと思います。なんで今からケンちゃんと、これから合流したいと思います。今日のツーリングメニューとしてはコバルトを走って、まあ、どっかで昼飯食ってダンボールギーニーを見て、わかり知ってますか皆さん、女川駅、まあ、あの辺に商業施設がこう密集してる、まあ、お店屋さんがこうできたんですけど、最近ね、確かあの辺の通りにあったと思うんだよね。はい、というわけでセブンに到着ですよ。来てるかなケンちゃん、来てた。いやー10分遅れおはようごめん遅くなっちゃう俺もさっき着いたばっかり。ああマジで、よいしょ相変わらずいい音してんな強いよねあ、低速はしんどいもん。 SS は頑張っても3速入れるか入れないかぐらいだもん。今ずっと2速で走ってるけど、メーターに今何速入ってるとかって表記されないんだ。あーそっか、うん、あれは映るよ最初から。うん、タコメーターの中に埋め込まれてる。うん、もう数字だけ1位とか2位とか、あとニュートラーとか出るよ。ああわかる。だから結構快調に飛ばしてる時にさ、上げようとするとあれもうマックスなのみたいなあるよねわかるまあでも実際そんな見るかっつったら見ないけどさうん、俺もだって気づいたらもうギアマックスになっててあれとかねあマックスだみたいな。そうそう、キルキルって落としている。あー鳴ってるねうん、今日走ったらもうあと交換じゃない怒られんじゃんケンちゃんも結構細いからね太らないと食べて。俺もだってつなぎであれ41位とかだっけ、 42?4 か俺46だから、あれ買ったのかと思ってびっくりしたもんだから一番ベストなのはやっぱ自分でこう脱げないくらいきつい方がいいとは言うじゃん。でもそれだとやっぱりほらバイク自体を車とかの積んで行く人だったらいいけど、いやつなぎをその着た状態でサーキットとか行くってなると相当疲れるから、行くまでに、うん、少しでもこう頑張れば脱げるくらいがちょうどいいって言われたんで、だから今その頑張れば脱げれるっていうのが46だったんだよね、うん、44だともう一人で完全に脱げなかったもんもう肩がねもう全然ダメだったもん、外れないし後ろに手回せないしみたいな、うん、無理と思うだから脱がしてもらう時もなんか袖をこうグンって引っ張るんだよね、その勢いで脱げる脱がしてもらうみたいな感じだから、だからこれだとちょっときついねって言われて46にしたんで、うん、そっちの方がいいよって言われてさ、うん、なんだよ全然天気予報当たんねえじゃねえかこっち来たらめっちゃ曇ってっけど大丈夫かよ、最悪だよもう風邪ひいちゃうよ本当にめっちゃキーキーになってガソリン大丈夫なのケイちゃん、あ大丈夫なの、もうそのまんま行ったらいいねトイレ借ります
まあ、通報まではされないじゃん。お客さんって言われて。いらっしゃいませ。お支払い方法を選択してください。商品を選択してください。静電気除去シートに触れてから、自分用のキャップを当て、金色のボトルで給油してください。はい、おくうっはあ、危なよし、これ確か右に曲がるとすぐ牡蠣小屋なんだよね。あそこしかないのかな、この辺に牡蠣小屋って。あのこっちまで来たらいっぱいありそうな気もするんだけどね。あんまり見かけないんだよね。何今日なんかあんの、なんかあんのかな、イベントかなんか。すっげえいいけど警備員じゃなくて警察官だよね今。立ってんの。ああ 奥に白バイ2台いるもん。あそこでもう止められるよもう。ダメだよこういう峠で白バイ2台で走ってたら。ここにも警察立ってるけど なんかあんのかな。ああ白バイがいるよ。いえ、面白い動画が撮れそうだ。白バイとツーリングって。あちこち立ってるなぁ。うん、ここにもいるよ。なんかやってんのかな。いや、多分警察だよね。警察だよね、多分。交通安全にしちゃえ、多くね。マラソンとかもないよね、別に。偉い人が通るのかな、ここ。ああそっか、それもあるか、震災からもう5年も経つのね。お、白バイとの列、あと車2台分。まっすぐか、まっすぐ行くと女川駅だよね多分。混んでる。もしかしたらやっぱそこなのかな。白バイもあっち行ったな。あ白バイのとこまで行って、今日何かあんすかって、今日なんかイベントあんですかって、警察いっぱいいますけど何やんすか。あーやってるな、なんか。お、白バイがすり抜けしていいのか。え、どこに止まってんの白バイ。結構復興されてきてる。ただ今まだかさ上げ工事してる段階でしょ多分。まだまだだよ。そうそう、これ曲がるとおかせいなんだよね。でこれ行くと確か道の駅に着くんだけど、それだったような気がするんだよね確か。この辺になんか、あほら、女川町駅があるから多分そこのはずなんだよな。ああだ、絶対ここだ。ほら、新しくこの建物いっぱいできてるじゃん。この中に確か入ってたはずなんだよね。最近できたばっかりだから。ほら、ここ駅だね。女川駅。ああ、これ？これ？途中、はい。駐輪場、狭いよ。狭いよ、みんな倒れてるし。狭い、狭い。リッターバイク置くとこじゃなくね、これ。